軍老犬か。子供だましだな。貴様ら、そこまでだ。よくもわしの可愛い息子たちの血を流してくれたな。ケン、レイ、マミア、ごめんなさい。私、コウの仇を。この女だけではないぞ。見ろ、なんとの男。あれは、アイリ。その声は、兄さん、兄さんなの。連れ去られたはずのお前が、なぜここに。なんとの男、貴様の弱点は分かっている。妹を人質に取られると何もできんふぬけだそうだな。貴様、アイリを離せ。兄さん、本当に兄さんなの。でも、もう私には何も見ることはできない。アイリ、お前、メイマ。連れ去られ、絶望の中にあった私には見ることすべてが苦痛でしかなかった。そして私は自ら目に薬を浴び、なんという。お前は僕との男を殺せ。可愛い妹はわしの手の内だぞ。落ち着け、レイ。奴の狙いは俺たちどちらか一方を先に倒すこと。奴は俺たち二人を同時に相手にはできぬことを知っているのだ。だが、果たしてその男が妹を見殺しにできるかな。あい。すまない、ケン。レイ、いいだろう。だが、奥義を尽くさねば俺は倒せんぞ。その構えは。この構えの持つ意味はお前も知っていよ。本気で来なければ命を落とすぞ。なんと、小波竜。北斗、竜撃鼓。
やはり、あいつか。都合よく二人とも死によったわ。わしの切り札の方が強かったようだな。レイ、兄さん。どれ、奴らにとどめを刺してやるか。あなたが兄さん、なぜ。叩き潰してくれるわ。やめて。うわ、二人は返してもらうぞ。貴様ら、よったな。敵を欺き活路を開くのも我らが憲法の奥義。戦いの前の構えは互いの飛行をつき仮死状態になる合図だったのだ。よくもわしを騙しおったな。これでお前の切り札はなくなった。お酒。わしの本当の切り札を見せてやるわ。火山光害古法。火山光害古法で鋼鉄と化したわしの体には傷一つつけることはできんぞ。大胸筋という飛行をついた。もはやお前の筋肉はブヨブヨの脂肪に過ぎん。な、何を。バカ、そんなバカな。言っておくが、お前の命はあと5秒だ。残された時間、念仏でも唱えるんだな。4 3 2。うわー、殺してやる。岩山霊山派。ゼロだ。直せるのか。
本当に。ああ。ならば頼む。賢明という飛行をした。もうすぐ兄さんの顔を見ることができる。本当にこの目が再び。アイリン、レイ、話が来てくれ。話？ケン、話とは？お前は胸に7つの傷を持つ男を探していたのだったな。そうだ。その男は幸せの絶頂にあったアイリをさらい、俺の両親を殺したのだ。俺の胸にも7つの傷があるとしたらどうする？何？お前の胸に7つの傷。これは。兄さん。アイリー、その目は。見えるの。まだぼーっとだけど、兄さんの顔も見える。アイリー。ケン、これはお前がアイリーを連れ去った本人だと言っても信じはしない。レイ、アイリー、お前を連れ去った男の顔を覚えているか？あの男の顔はわからないわ。いつもヘルメットをかぶって顔を隠していたから。やはり。ケン、その男はもしやお前の名を語る。まさか心当たりがあるのか？やつが。聞いた話によると、騎馬一族が全滅したそうだ。なんだって？一体誰が？なんでも、胸に7つの傷を持つ男。確か。おい、お前。いきなり。何を？俺の名を言ってみろ。あんたの名前など知らない。助けてくれ。知らんのか？そうか、じゃあ死ね。おい、お前はどうだ？この傷を見ればわかるだろう。お、思い出した。確かケンシロウ。そう、このお方こそ北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。お前、よく思い出してくれたな。はい、それはもう。あなたは有名ですから。そうか、お前も死ね。そんな。よく覚えとけ。この方はケンシロウ様だ。